皆さんこんにちは、つるりです。本日はですね、ちょっととある検証をしたいんですけど、皆さん何かと何かを混ぜたら何かになるみたいなやつよくあるじゃないですか。まあ僕もね、過去に動画でやってきたりしたんですけど、確かに味はっぽかった。この前バニラアイスと醤油を足してみたらし団子っていうのをやったんですけど、マジで味は本当にみたらし団子そっくりだったんですよ。だけどこう何かと何かを混ぜたら何かになるっていう王道、プリンと醤油を合わせたらウニになる、これ無理やんじゃねと思って、バニラアイスと醤油、みたらし団子まだわかる、プリンと醤油、ウニ、うん、ちょっとわかんない。まあ普通に考えたらウニの味しないんじゃないかなと思いまして、今日はですね、プリンに醤油かけたらウニになるっていうの嘘説、イエイ。というわけでですね、この後僕の家にですね、山王物語のバナナとリッキーが来るので、目隠しをさせた状態で食べさせて、何の味だったか言ってもらって、ウニって言ったらもうこれ完全にプリンプラス醤油はウニでも確定です。ただもしウニって言わなかったらこれガセということで、二人の味覚にもかかってますが、早速検証していきたいと思います。はい、というわけで部屋の外にマット入れてもらってるんで、早速作っていきたいと思います。滑らかプリン、おお次に醤油です。こちらウニです。いやこれ無理やろ、これは絶対嘘でしょ。本当だったらもう寿司屋行かなくていいもんね。では目隠しをして連れてきたいと思います。じゃあちょっと目隠ししてもらっていいですか。これ目につけなさいってやつ。目につけなさい。わりかし痛えよ、撮るときそれ。痛い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 。こっちの部屋に来てください。うわっ、画鋲あるだろ。画鋲ない。うわ、怖い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 、画鋲。じゃあ、座ってください。なにね、目開けたら足がいるとか。で目の前に、まあお皿が2つあると思うんで、まあ、ねえよ。スプーン、スプーン、そこ、それ、それスプーン。はい、これがスプーン。うわー、じゃあ、これがスプーン。だ、これがスプーンだって。では、それを食べてください。どうですか。臭くない臭くない。お、サンちゃんも食えそう。あ、食える食える。うぅ、しょっぱ。どう、美味しいでしょ、美味しいでしょ。うわ、なんでそうなる。うわ、やだ。何これ。え、ひどい、物質の味がする。嘘だ。ちょっと俺食ってみる、力のやつ。いただきますね。あー、全然食えるやん。嘘だろ。え、うわ、床にプリンこぼしやがったこいつ。え、いや、プリン。あっ、何まで今聞かんかったの。どう、美味しい。汗みたいな味です。バト部で一緒だった西くんの脇汗の味。やだな、西くん知らねえけど、やだな。まあこの動画の趣旨は、まあ、これ何味でしょうっていうやつだから、まあどんどん二人で悩んで相談してもらってもいいです。まだ残ってるんで。俺食べ終わったよ。食べ終わってないっすよ、全然。嘘。うん、食ったか食ってないかの確認が来たねよ。あ、三郎さん完食、リッキーくんも完食。あ、じゃあ皿ちょっと片付けるわ。いいよ、もう取って。痛い。あれ、もう片目だけないじゃん。え、嘘だよ。めっちゃある。というわけで相談しちゃってもいいよ。これは推測ね。この動画のタイトル、プリンに醤油かけてもウニじゃない説をやってると思うね。なるほどね。俺ウニ食えへんね。俺ウニ食ったことない。俺もウニ食ったことないねん。じゃあせーので一緒に回答言ってもらえますか。何と何を混ぜて何の味だったか。プリンと醤油で冷ややっこ。うん、うん、あー、なるほどね。プリンと醤油で西くんの汗。というわけで今日の検証内容はですね、プリンに醤油かけてもウニじゃない説。いや、俺の予測力の高さ。今日の検証結果ですね、山王さんはすごい。